主殺英知サルデーニャ州、サッサリケンカルジェゲ、父パードレ・パドローネは、1977年製作のイタリア映画で、監督は、パオロ・タビアーニとビットリオ・タビアーニである。イタリア語でパードレは父、パドローネは、主人を意味する。英語圏では、ファーザーマスターと呼ばれることもあるが、最近発売の DVD にはイタリア語の現代が、付けられている。 保守的な言譜によって、小学校を数週間だけで退学させられ、20歳になるまで、一切の教育を受ける機会を奪われて文盲であった、サルデーニャ島の羊飼いが、親元を離れ、教育を身につけて自立する物語である。後に、主人公は著名な言語学者になった。原作は、同じ題名のガビーノレッダの自伝である。 この映画は1977年の第30回間の国際映画祭でパルムドールを受賞した。この映画は6歳のガビーノが通っているシリゴの小学校の記録映画風の描写から始まる。彼の暴君のような父親は、はしけで教師と生徒にガビーノは学校を辞めて家族の羊の世話をしなければならないことを通告する。 彼の父の用心深い目と彼のサビスティックな行動の犠牲者の下でガビーノはサルディニアの山で羊の世話をしてその後の14年を過ごす。そこで彼は自分自身のためのものを発見し父親に反抗し始める。ガビーノは兵役の通達が届いて家族と孤立から救われることになる。陸軍に在籍している間彼は 電子工学、イタリア語、クラシック音楽について学び、大学教育を受けたいとずっと望んでいた。ガビーノが帰国すると、彼は父親に大学に通うことを宣言しする。彼の父はこれに反対し、彼を家族の家から追い出してやると怒鳴りつける。ガビーノと父親は深刻な対立に陥るが、結局ガビーノは大学に通い、優秀な学生となる。彼は、 サルデーニャ語の起源を専門とする言語学者になる。ガビーのレッダ自身が彼の本を書いた理由と、サルデーニャの子供たちが土地と密接な関係を持つ、農村地域の住民として何を期待できるかを語った時、映画は再び記録映画のスタイルで終わる。ありがとうございます。